こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本政府も大型巡視船の導入を進めていますが、今尖閣諸島での事態は、それよりも急速に変化を見せています。今年に入り尖閣周辺を中国のものと言い始め、日本領海内にも躊躇せずに侵入しています。では、この中国海峡局公船の話を詳しくしていきます。やはり大きさが日本とは別格。急がれる大型巡視船導入ですが、この中国の態度が気に入らない。2020年、中国公船が、ほぼ毎日のように尖閣諸島周辺海域に、侵入していることが報じられ、中国が、同諸島を、自国の領土だと口頭で、主張する段階からさらに踏み出してきている事態が明らかとなった。ちょうどこのタイミングは新型コロナウイルスの蔓延と同時期に重ねてその頻度を増したようでもあり、こうした非常事態をよく言えば、そつなく利用する実に中国らしい行動にも見える。そうした中で、中国公船とマスコミ報道で伝えられている船舶は、通称で海峡と呼ばれている中国海警備局に所属しており、従来は日本でいう海上保安庁の艦艇に相当するものだった。だったと過去形で表現しているのは、中国海警備局は2018年6月までは、上部組織、国家海洋局に連なる公安、警察組織であったが、翌月7月からの組織改編によって、武装警察の下部組織となったためだ。中国における武装警察とは、国内軍や憲兵と同様に、軍に準じた組織であり、事実上中国海軍を補完する存在だと見さされ、その意味ではアメリカの、沿岸警備隊の位置づけにほど近いと言えよう。アメリカの湾岸警備隊は、有事の際にはアメリカ海軍の指揮下に置かれることが法的にも明文化されており、組織内の階級や艦艇の装備も、それに準じた構成となっていることがよく知られている。中国海峡局も、中国海軍と同様に、近年急速に保有する艦艇数を増加させており、現時点でも、すでに500隻以上に達していると予想され、海上保安庁の有する380隻弱を上回る規模と見られている。こうした中国海峡局の増強の中で、その象徴とも言える艦艇が、海峡2901と海峡3901の2隻であり、推定で満載排水量約1万2000トン、全長175メートル、全幅22メートルは、この種の艦艇で世界最大だ。海上保安庁の保有する最大の艦艇は四季島型巡視船だが、こちらは、満載排水量9350トン、全長150メートル、全幅 16.5 メートルの艦容で、海峡2901と海峡3901の登場までは世界最大の巡視船だった。ちなみに、四季島型巡視船は原子力発電所の燃料となるプルトニウムを入手先であるフランスから日本まで輸送する際の護衛任務のために建造された経緯があるが、
これは一度しか行われていない。この任務のために大型ヘリコプター2機の搭載と運用が可能である四季島型巡視船は、以後は遠洋での救難、救助活動に従事するなど、輸送力と長距離航海の能力を生かした活動を任務としてきた。四季島型巡視船は、1番艦、四季島に次いで2番艦、秋津島が建造され、さらに前述のような中国海峡局の増強を受けて拡充された黎明型となり、こちらも一隻収益、二隻の建造が進められている。四季島の主兵装は 35mm 連装機関砲2機と 20mm ガトリング砲2機だが、秋津島からは前者が 40mm 単装機関砲2機に改められ、レ・イメイ型でもこの形式が踏襲されている。もともとプルトニウム輸送の護衛任務用に建造された艦艇とはいえ、日本の海上保安庁は純然たる警察力の行使に止まる範囲内の兵装であり、敵艦を制圧するような火力を有していないことが前提となっている。しかし、中国海峡局の海峡2901、海峡3901や、これらより小型の3000トン級の中には、76mm 速射砲を主兵装として搭載している。艦艇もあり、これらに単純な火力で対抗することはかなり厳しいだろう。中国海峡局の一部の艦艇が装備するこれらの 76mm 速射砲は、実は軽武装な日本の巡視船の対抗するものではなく、フィリピン海軍のフリゲート艦グレゴリオ・デルピラール級に向けられたものとみられている。フィリピン海軍のグレゴリオ・デルピラール級フリゲートは、元はアメリカの沿岸警備隊保有のハミルトン級カッターと呼ばれていた。小型船が払い下げられたもので、2隻がフィリピンで再就役している状況だ。このハミルトン級カッターは、満載排水量3050トン、全長 115.37m。全幅 13.06m の規模だが、主兵装には62口径 76mm 単装速射砲1機を備えるなど、充実した火力を有している。アメリ沿岸警備艇時代の同艦の一部には、こうした火砲だけでなく、ハープーン艦対艦ミサイル4連装発射塔を2機搭載していたこともあり、今でも改装次第で装備が可能になると考えられる。フィリピン海軍では、このグレゴリオ・デルピラール級フリゲート2隻を、南シナ海への進出を強める中国海軍への対抗策として導入しているが、中国海峡局も、いざという場合に備えているのだろう。こうしたアメリカ沿岸警備隊を退役したハミルトン級カッターは、フィリピンだけでなく、ナイジェリア、スリランカ、ベトナム、バングラデシュにも払い下げられており、貴重な戦力を構成していると言えよう。